おのれ、奴はどこだ。かつて神々は地上の人間を戒めるために天空より雷を放ったという。人々は天より降り注ぐその力に見入られ、それを欲した。あの力が必要だ。あの力をつかまねばならない。そして研鑽を重ね、人はついにそれを手にするに至る。すなわち原子核を構成する陽子と中性子の間の核エネルギーが核分裂を起こして、臨界とか指数とか関数とかで連鎖的になんやかんやで、とにかくすごいエネルギーで爆発な破壊を。ま、原理なんてどうでもいいか。天の彼方、この静寂の世界より降り注ぐ究極の破壊、僕が超えなければならないもの、この場所を見て感じて改めて自分のなすべきものが見えた。初心を取り戻せたっていうのかな。君のおかげだ。なんだ、何をしようとしているんだお前は。ありがとう。だからこれで遊びは終わりだ。